リンゲルナッツ、1925年、ヨアヒム・リンゲルナッツは、ドイツの詩人、作家、画家。本名、ハンス・グスタフ・ベティヒャー。学校を中退、水婦を経て、放浪生活を送りつつ、ウィーン、ミュンヘン、ベルリンなどのカバレットで自作詩を披露した。ケストナー、メーリング、ブレヒトなどと共に新植物主義の代表的、詩人であり、巨職を排した。 素朴な即興詩やナンセンス詩を多く作っている。詩集に、体操詩、クッテルダデルドなど、ザクセン州ブルツェンに生まれる。父は、図案家、著作家であった。1887年に家族でライプツヒに移る。学校生活が性に合わず、はじめ国立のギムナジウムに通うが、粗暴な振る舞いが多いために奉公されて、私立学校に移った。 1901年、学校を中退し見習い水夫となるも、虐待にあったため脱走を図る。以後、様々な船に乗り込んで、世界中を回りつつ、その間に見せ物小屋の雇われや雑役夫、屋根吹きの会社社員などの職務経験。しばしば警察の世話にもなる。1909年、ウィーンの酒場、ジムプリチスムスの文芸カバレットに通うようになり、ここで、 自作の詩の朗読が好評を博したため、この酒場の専属詩人となる。謝礼は、武道酒一杯アニマルクといった程度であったが、この時期に、ブルーノ・フランクやマックス・ラインハルトなど、多数の芸術家と知り合った。この他、即興詩や広告向けの詩なども書く。また、タバコ屋を開店し、絵や写真などの店内装飾で一時評判を取るが、9ヶ月ほどで立ち行かなくなる。 港の酒場1911年、酒場の専属をやめて、再び各地を放浪。占い師や貴族の蔵書整理、城の案内人などを経験するが、1913年にはジムプリチスムスに戻る。1914年、海軍に入隊。1917年には、勝尉となる。実戦に加わることを熱望したが果たせずに終わった。1920年、 町長の娘ローナピーパーと結婚。芸人として各地のカバレットで自作の朗読をして回る。1923年、ベルリンで個展を開いて自身の絵を競売にかけ、以後各地の都市で同様の個展を開く。1925年、長期のパリ旅行でジャンコクトーラと知り合う。1932年、自作の劇ビン・オ・ライプツヒで初演。 自ら主人公の水夫を演じながらヨーロッパを巡業する。晩年にはミュンヘン、ハンブルクなどではリンゲルナッツの朗読は禁止されるといった措置も取られた。1934年6月、結核病院に入院、9月に退院したが同年11月7日にベルリンで死去した。池内治の世の中に一言の二兆円の衝撃には、 友人が義援金を募る訴えをしたときに夫人がお礼と共に報告しているという話が出ている。貧しい人はどっさり、仲くらいの人たちはそこそこ豊かな人たちはほとんどなしだったという。それは私たちの人生観に応じていて夫を喜ばせました。ありがとうございます。